はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ガチャポン仮面ライダーシリーズダブルジャックマスコットです。はい、1回300円で全5種類。どういうものかというと、こんな感じのイヤホンジャックマスコットが入ってて、付属の台座に差し込んでディスプレイすることもできますし、スマートフォンに挿してアクセサリーとしても使うことができます。今までライダー系のガチャポンアイテムでこういうのはなかったですよね。とりあえず今回は1200円を使って4回やりましたので、4つ一気に開封します。入っているキャラクターはドライブ、ガイム、ダブル、アンク、電王。アンクとかめちゃくちゃ気になりますけど、とりあえずガイムあたりが派手で良さそうなのと、やっぱりドライブは欲しいですね。まずは赤いカプセルからいきましょう。赤だからドライブが入ってるのかな。パカッと、はい、せいの、よっと、ん、おー、来たー、ドライブ。そして、思ったより大きい。300円ですから、やっぱりボリュームありますね。へー。では次は、オレンジ。ということは、あれが入ってると思われます。おー、やったー。ガイムが入ってました。では、残りの黄色いカプセルは、誰かな？デン、アンク？ダブル？はい、パカッと開けて、せいの、よっと、あ、ダブルです。なんか顔が可愛い。では、最後の4つ目は、誰でしょうか？一瞬これ、ブラックだったんで、シークレットとかで、ジョーカーが出たと思ったんですけど、普通にサイクロンジョーカーでした。では、中身を取り出すと、はい、これが、ドライブエンブレムのついた台座で、さらに本体。お、思ったよりポーズが可愛い。もっとチープなものを想像してたんですけど、全然ちゃんとしてますね。そして、台座にブスッと差し込むことで、あ、スカスカ、パカパカしますけど、これで完成です。はい、4回回した結果はこうで、ドライブ、ガイム、ダブル、ダブル。アンクは出ませんでしたけど、欲しかった、この2つは出ましたね。では、細かく見てみましょう。まずはドライブ。全体は、このようになってて、上側と下側。逆さにすると、取れちゃいますね。ただ、色分けはまあまあ細かくて、モールドとかもちゃんと入ってます。そして、ガイム。全体は、このようになってて、アンダースーツの柄とかが可愛い。正面はこうで、ガイムマークもいい感じ。オレンジアームズ部分はメタリックですし、戦国ドライバーと無双セイバーもちゃんとついてます。そしてダブル。全体は、このようになってて、サイクロン部分だけメタリックになってますし、マフラーもついてて、顔は他のライダーに比べて、少しディフォルメが強いですし、体は、お、色分け細か、胸部分とかドライバーも結構ちゃんとしてますね。では、スマートフォンのイヤホンジャックに差し込んでみましょう。本当は、上側にイヤホンジャックがあると、一番バランスがいいんですけど、最近のスマホとか iPhone 6 は、下側にイヤホンジャックがありますから、逆さなる感じ。では、刺します。あ、でも意外と緩い。これで、はまってるのかな？ブスッと。はい。オッケーっぽいです。このように、がっちりはまる感じじゃなくて、割とこう、ゆるーくこう、入る感触ですけど、振ったりとか逆さにしても、外れませんから、一応はしっかりはまってますね。そして、スマホにつけると、割と大きいことがわかりますよね。逆さにすると、こんな感じでライダーが、乗ってる風になります。近づいてみると、このような感じ。では、ガイムの次は、ドライブ。ブスッと、おー、かわいい。後ろ姿が特にいい。ドライブはこうで、そして、ダブルは、このような感じ。表側と、裏側。マスコットのこのポーズの、くったり感がいい。もちろんポーズは固定ですけど、そのまま机に置くと、だいぶ切ない感じになりますね。はい、ということでガチャポン仮面ライダーシリーズダブルジャックマスコットを紹介しました。サンプル画像を見た時は、もう少し小さいと思ったんですけど、割と200円のスイングぐらいのボリュームはありますし、何よりも、このくったりしたポーズがすごく愛らしかったですね。以上、ガチャポン仮面ライダーシリーズダブルジャックマスコットの紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。
パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。